アメリカンエスキモードックとは、アメリカ合衆国原産の愛玩用犬種である。エスキモーの名を持つが、カナリアンエスキモードックとの関連は、全くない。旧称は、アメリカンスピッツだが、口実の理由により、現在の犬種名に改名され、使用禁止となっている。愛称は、エスキー。ここでは主にオリジナルのスタンダード種のものについて、解説しているが、 ミニチュア氏とトイシュについても項目を立てて解説する。老い立ちについてははっきりとは分かっていない。本種の先祖であるボルピーのイタリアのキース・ホンド、ジャーマン、スピッツクライン、ポメラニアンといったスピッツ剣士を米国に持ち込んだドイツ系移民が本格的に渡ってきたのが19世紀後半である。ため、この頃作出されたのではないかと言われている。 先に述べた先祖を荒廃させて作られた本種は20世紀に入ると人気を博すようになるが、第一次世界大戦の影響により現在の県種名に改名された。この影響というのは当時米国内で起こっていた反読感情のことである。本種の旧称にあるスピッツという名はもともとドイツ語由来の尖った炎という単語に由来しているため、 反読感情を刺激して人気が下落するのを防ぐためにスピッツの部分がエスキモードックに置換されたのである。なぜエスキモードックに置換されたのかははっきりしないが雪が好きであることから北国のスピッツ犬種の中で拝借したものではないかという一説もある。ちなみにこの頃同じような理由で解明された犬種がもう一つある。それは現在ドイツ原産犬種として ダックスフントと共に最も著名な存在であるジャーマンシェパードドッグである。現在はこのオリジナルの名前に直されたが、戦時中はアルサシアンという名に改名されていた。戦後は再び人気を博し、1985年に犬種クラブが設立された。現在ではフシーにも公認され、米国外にも多く輸出されて、ペットやショードッグとして多く飼育され、 人気を得ている。日本では正式な国内登録は行われていないもののすでにブリーダーが存在しているふさふさした厚めのロングコートを持つ可愛らしくエレガントなスピッツタイプの犬種である尖ったマズルを持ち目は黒く大きい立ち耳巻き與で毛色はホワイトのみ。オリジナルのものは体高38センチメートル以上の中型犬であるが後に これを小型化したミニチュア種とトイ種が作出されたため、このサイズの犬は通常スタンダード種と呼ばれている。性格は穏やかで、陽気、有効的である。雪が大好きであるが、運動量はいずれのサイズも普通で、他の犬や子供とも仲良くすることができる。かかりやすい病気は、逆まつ毛などがある。ミニチュアアメリカンエスキモードックとは、アメリカ合衆国原産の愛眼用犬種である。 20世紀の初めにスタンダードサイズのアメリカンエスキモードッグを小型化して作り出した犬種で、ケネルクラブによっては、スタンダード種と別の犬種として認知されている場合も、ある。ただし、フシーやジャパンケネルクラブをはじめとする多くの畜犬団体では、別の犬種でなく、サイズ違いの足として登録されている。ミニチュア種は、体高30から38センチメートルの小型犬で、 サイズ以外のステータスは、スタンダード種と同じである。トイアメリカンエスキモードッグアメリカが州国原産の愛玩用犬種である。暮らしの近代化に伴い飼育スペースが狭くなる傾向を捉え、アパートなどでも飼育ができるようにと、ミニチュアアアメリカンエスキモードッグをさらに小型化した犬種である。こちらもケネルクラブによっては、スタンダード種と別の犬種として認知されている場合も、 あるが、多くの畜研団体では別の研種でなく、サイズ違いの足として登録されている。トイシュは、体高23から30センチメートルの小型研で、やはりサイズ以外のステータスは、スタンダード種と同じである。ありがとうございます。